ちろん私たちだってヤンが親切心で助けてくれたなんて思ってないよ。それでも僕たちはヤンに助けられた。それは間違いない事実だよ。真意はどうあれ、僕たちにとっては第四ある人ってこと。あの時のこと心から感謝してるよ。それでね、私たちはヤンの強さと何にも縛られないところが大好きなのよ。リリーはヤンのこと結構ちゃんと見てるのね。なかなか将来有望じゃない？まだわからないよ。ランはちょっと気が早いと思うけど。ヤンは執着しないからね。退屈が嫌いだから飽きれば何でも捨てるよ。女にはモテるけど、一人の女を長くそばに置いておくことはないし。だからお前もきっとすぐに飽きられて捨てられるに違いないよ。もうフェイったらちょっと言い過ぎでもない？全部本当のことだったね。ヤンの女の末路なんてろくなもんじゃない。だってヤンはラオ州の首領なんだから。大方死ぬか死んだ方がマシだって思うような展開になるかの二択だよ。首領のそばにいれば知っちゃいけないような組織の話を自然と聞くことになるしね。そしたらもう野放しになんてできないね。前にクレタで売ってるのを見たの。あれがいい。あの変わった名前でいっぱいそうになってるサクサクした焼き菓子が食べたいよ。お菓子でそんなに喜ぶことないよ。まだ作ってもらってもいないのにね。ラオ州では時々午後にヤムチャするのよ。その時にでもスフォリアテッラを用意してくれたら私たちは嬉しいよ。お茶とお菓子を用意していろいろ話したりするね。
ヤンもよく参加するんだよ。ねえねえ、まだ元気があるならこれからお買い物に行こうよ。そうだね、これからラオ州で生活するんだし、身の回りのものとか欲しいものがあったら買えばいい。ヤンからお小遣いもらってるから何でも買えるよ。ねえ、何が欲しい？教会の女をさらうなど、ラオ州の行いは断じて許されることじゃない。中立であるアルカであんな真似をするなど一体どういうつもりだ？覚悟はできているのか？そうだな、お前たちには信じがたいことかもしれんが、あの女に一目惚れして、そのためあの女をベレーノに連れ帰って口説いて、今ではあいつも喜んでいる。今更お前たちの出る幕はない。さっきから何をふざけたこと。ヤン、本当に小一の話ならガイアがとやかく言うことじゃないかもしれねえが、アルカで強引な真似をしたことは謝罪しよう。つい恋に目がくらんだ。今後アルカでは問題は起こさん。それなら構わんだろう、ファルツ王ね。それとも俺があの女を手にしていては困る理由でもあるのか？ない、好きにしろ。アルカの件が片付いたならそれはいい。本題に入るぞ、ヤン。最近の麻薬の流通について聞きたいことがある。以前に比べて随分取引が盛んなようだが、お前一体何を考えてる？自分の地区の人間を食い潰して何になるってんだ？わざわざ話すほどのことでもない。薬は欲しがる者に与えているだけだ。奴らはこちらが売った薬がなければ良い夢の一つも見られん弱者だからな。だからってあんなもんを摂取し続ければじきに体を蝕まれて死ぬだけだ。そうだな、お前たちのような強者には分からんだろうが、鬱屈した不満を抱えた連中など、薬がなくなれば負の感情を吐き出す先を失う。そうなれば何をしでかすか分からんだろう。これが俺の統治の仕方だ。現実から目をそらし、薬が見せる夢の世界に逃げ込むような連中を
お前たちは救いたいと思うのか？ラオ州の管轄、ベレーノにおいてはお前の好きにすればいい。そうだな。互いの領分には手を出さないのが俺たちの決まりだ。だが、お前がブルローネ全てを蝕むなら俺は黙っていない。当然ディスコンティもな。なるほど、それは恐ろしいね。俺もその際には覚悟しておくとしよう。まだ起きていたのか。確かにな、反応がなくてはつまらん。どのみち無理にでも起きてもらうことになる。それで、なんだそれは。そうか、好きにしろ。助けて。早速何かあったのか。ベレーノからは出ていないだろうな。できないも何も、そもそも取り締まる必要があまりない。薬を流しているのはラオ州だからな。規制すればこちらの首も締まる。お前、アヘン戦争を知らないのか？当時、英国は真にアヘンを持ち込み、莫大な利益を得た。一方で中毒者は4000万人以上に上った。俺は今、もらった恩を返しているだけだ。もっとも、相手は英国ではないがな。
寝る、来い。そうか、なら勝手にしろ。それにしても運が良かった。つけた護衛があの双子でなければ死んでいたかもしれんな。お前が遭遇したという中毒者はおそらく新薬紅ボタンを摂取していたのだろう。効果は一時的な気分の高揚、それ自体は今までのものとさほど変わりはない。だがその依存性と副作用は従来のものより強く、中毒者は遠からず脳が溶け肉体が崩壊し死に至る。早い話、粗悪品というわけだ。副作用の幻覚のせいで殺し合う者もいれば、過剰摂取でショック死する者もいる。そういうことだ。最近ああいう輩が増えてるよね。薬に溺れるのは好きにしろって思うけど、前からあんなに暴れたりしてたっけ？この頃妙に凶暴な感じだよね。そうそう、話が通じないことも多いよ。完全に頭がおかしくなってる感じね。あの薬にそんな効果も副作用もなかったはずなのにね。ちょっとおかしいよ。正解だ。どうだ、面白い話だろう。俺は寝ると言ったはずだ。寝かせろ。それともそんなに遊んでほしいか？釣れないな。残念だ。一人寝は増えてなのだが。
すでにヤンのものになっただと？信託の娘だと聞けば普通は手を出さんだろう。これだから異教徒は。オルロックをラオ州に貸し出したのはあの娘の警護を兼ねたつもりだったが、あの娘にはもう価値がなくなった。今すぐにでも引き上げて構わないが、すでに支払いが終わっている以上急に手を引くわけにもいかない。さてどうしたものか。今になってみるとおかしな話だ。あんたに言われるまで俺はどうして行動に移さなかったんだろうな。組織に対する忠義心があなたの邪魔をしていたのかもしれませんね。確かにな。だが今はわかる。俺はヤンより優れている。ラオ州のためを思えばこそ俺が頭になるべきだろう。しばらくは静観しましょうか。